どうでしょう。今日はですね、ユニチカさんの新製品シンサヤを使って試そうというロケに来てます。今ここすごくサイトができる池なので見ながら魚を合わせてるんですけど、ゴンって当たりとしてね出ないような、ちょっとちょんってつっついただけでもちゃんと手元に当たりとして出るのがこの新鮮屋のいいところで、今まではねそれを取るためにピーばっかり使ってたんですけれども、やっぱりピーってデメリットとメリットがたくさんあって、その中でメリットが多いから私はずっと使ってたんですけど、そのメリットよりも新鮮屋の方がもうちょっとメリットが増えましたね。っていうのは感度の良さは残しつつも根ずれに強かったり、そういう部分で、あとリーダーをつけなくていいっていうのはやっぱり釣りに来ていてすごくストレスがない。この D8 にしとこうかな。どうしちゃったんでしょうね。ヒット。ちょっとサイズがいまいちかな。よいしょ、どうでしょう。こんな感じです。リーダーをつけなくていい分ね、すごく楽ですね。いや、綺麗な魚だな。見てください、この綺麗な。こんなキャストしてすぐに巻き始めれば、表層も引けます。今ゆっくり表層を巻いてると思います。何グラムウェイトを変えただけでいきなりすごい釣れ出したりとか、その日の状況によっても全然変わるんで。あ、来た来た来た。そうですね、スチールなので結構いなくなっているか、スチールナイロンなので、あれ、ちゃんと伸びてくれる、こう結構走っても吸収してくれる。感度を良くて、ちゃんと魚の動きに対応してくれたりとか、めっちゃ走れますね。何これ、はい、なんか、この何も手伝ってあげない私手伝ってから、ちょっと待って走ろうかな。大丈夫、大丈夫。結構裾の差の魚走るんで、いいとこ刺さってんじゃん。今ね釣れたルアーは 0.8g のバグというスプーンです。シンサヤは比重がね若干ナイロンとかよりもやっぱりちょっとほんのちょっとですけどねあるので、水かみしやすいんですね。でこのルアーを映してもらうと分かるんですけど、先端ちょっとラインが沈み込んでるの分かります。ほら、ああやってくっついて、今食ったの私が遅かった。ああやって出てくるっていうのは、その同じスプーンを使っていても魅力的なアクションができる人と魅力的なアクションができない人と、同じルアーでもやっぱり釣果違っちゃうんですね。でこのバグというルアーは先端この10センチ15センチ水になじませて、ピラ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 ってこのチラ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 っていう、これね水をかませて若干ラインをたるませた感じでピラピラしたアクションを出します。そうするとああやって下から興味持って出てきます。とりあえずですね、缶釣りも他の釣りもそうなんですけれども、大事なことは投げて巻くがもちろん大事なんですけどね、あとライントラブルしないってことはすごく大事で、もう一つこのティップがこうやってブラ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 しちゃってるとルアーがちゃんと泳がないんですね。だからティップは止めときます。よし、ちっちゃいです、かわいいです。今一回食い損なって、またもう一回食い損なって、これはちょっと小さいのでそのままリリースいきます。なんかこれちょろっと見て良さそうだってやりたくなるよね。これ一人しか入れないから、あこちゃん下だね。あ、取れちゃった。
魚がねちょっとサイズが小さくなるのでドラグを若干緩めに今直しました。で竿は立てると魚がバレるのでそのまま立てずに、こういうね小さい魚を近くで釣る時とかにはこの新鞘が本当に非常にいい仕事をしてくれて、なぜかというとピーだと伸びが少ないので口切れ多かったりするんですね。でバラシが増えたりするんですけど、新鞘は水に馴染むので浮いてしまうラインよりは早く引くことができる。でなおかつヒットしてもバラしにくい、バラしにくいっていうのは口切れが少ない、糸が伸びが出るので追従してくれるっていうことですよね。あとリーダーがやっぱりつけなくていいっていうのは非常に楽ですね。こういうね小さいサイズの魚を狙うときは特にその威力を発揮してくれると思います。もうもちろんねナイロンなのでナイロンがコーティングされているので大きい魚を釣るときも号数さえ上げていただければ根ずれに強かったりしますんで、やっぱりこうなんだろう強度も伸びも全て安心感がある糸を使ってるとなんか安心してできて嬉しいですね。なかなかいいサイズです。静岡県東部には缶釣りがいくつかありまして、まずここは裾野フィッシングパークで、県はですね2時間券を買いました。で2時間もう、1時間半終わったのでちょっとこれから東山湖に移動して東山湖で釣りをします。1日でどんだけ楽しめるか今から新鞘で新鞘持って、はい、行ってみたいと思います。では行ってきます。